世界中のプレイヤーの皆様こんにちは、八王子 P です。今日はですねプロセカやってこうと思います。ってことでね、もうすでに画面出てますけども、今日はこの10連無料ガチャ1週間我慢してね、引きたい気持ちをぐっとこらえてこちらのチケット7枚貯めたんで、今日はね一気に70連やってこうと思います。まあちょっとおみくじ感覚というかね、確率的に言えば星4はね70連したら2枚ぐらいは来る計算だと思うんで、まあ、2枚来たら中吉、1枚はまあ小吉かな、3枚出たらもう大吉と言っていいでしょう。そしてもし0枚だったら、まあ、これはもう大凶ですね。さすがにそんなことはないでしょう。ということで新年一発目の運試し行きましょうか。しっかりこちら70連できますね。じゃあ行きましょう。まあ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 、無料で引かせてもらってるんでね、そんな贅沢は言わないですけど、あーなるほどね、はい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 、いいでしょう。いやまあちょっとね関係ない話になりますけど、さっきまでね粗品さん、お笑い芸人のね霜降り明星の粗品さんの個人チャンネルの方で、まあ、僕めっちゃ好きな動画があるんですけど、チンチロの動画があるんですよ。ギャンブル4兄弟っていうねシリーズで、いやねそのチンチロの動画で言ってたんですよね、気持ちだと。うん、一番新しい動画で言ってたわ。気持ちで負けてはいけないと。これはもうガチャにも当てはまると思うんですよね。正直言っちゃえばね、もうガチャもギャンブルみたいなところあるから、俺は負けない、気持ちで勝っていく、ただ前だけを向いて20連目いきましょう。ほーん、まあこんなんじゃ動じませんよと。まあ昇格はあーない。まあ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 、いやチンチロ的にはこれ3回投げられるんでね、まあ次で出ればいいわけよ。まあ正直ね、貧困法制に生きていればチンチロなんていうゲームには皆さん出会わないと思うんですけど俺はプロセカの動画で、何これチンチロの動画、まあまあまあいいでしょう、ここで出ればいいんですよ。うん、詰まるところね。ということで賞味もう一周30連目いきましょう。いやまだここから、このタップに気持ちを込める。まあ皆さんはね、そんなにギャンブルとかわかんないと思うんで、ちょっと軽く話をしますと、ギャンブルっていうのは、子と親があるんですね。で、基本的にギャンブルは親の方が強いんですよ。今この三巡は、このターンだった。もうそういうことにしましょう。ここからは親。俺は親。ここでまくっていく。さあ40連目いきましょう。なるほど。いや、まだあるぞ。いや、ないぞ。いや、嘘、これ。ちょっと、なんか、これ、まさか、大凶あります？1枚も出ないとかあんの？いや、まあね、あれですね、まあ、親とか子とかなんか、いろいろごちゃごちゃ言ってきましたけど、ギャンブルって、勝つことが大事じゃないんですよね、皆さん。負けないことが大事なんですよ。結局、ギャンブルって短いスパンで考えちゃいけないんですよね。麻雀とか特にそうですよ。やっぱり、長いスパンで考えていくことが大事。最終的に勝ってればいいわけですから。さあ皆さんに負けない戦い方を見せてあげましょう。60連目、いや頼む、いやちょっと、いやお願いお願い、本当お願い。嘘、正直ここまで来るとさすがにね勝ちは厳しい、まあ、今回で言うなら大吉はちょっと厳しいっすね。麻雀で言うならいかに負けを減らせるか、まあ2茶3茶でもいいんで、いかにマイナスを減らすかっていうちょっと考え方にシフトしていこう。やっぱ麻雀的に言えば4着取るのが一番やばいんで、ここ我慢の時かもしれない。絶対にねチャンスは来るんですよ。運は収束するんで60連目いきましょう。いや落ち着け落ち着け、できるできるできる、俺にはできるできるできる、やれる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 、やれない。いやーちょっとこれはいやー、いやでもね皆さん、僕やっぱ天運は持ってると思うんですよ。天運は高い方だと思う。だってねこんなね厳しい音楽業界を僕なんやかんやこうやって生き延びてるわけですよ。やっぱこの業界って実力だけじゃやってこれないから、運も大事なんですよ。いやそんな音楽業界でこんな僕がねどうにか生き残ってこれたのは、もう音楽とかじゃない、結局運が俺が強かった。さあラスト70連目、いや頼む、本当に頼む、お願いします。あぶね、よし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 、とりあえず虹色には光った。いやよかった、大凶だけは免れられた。さあここで何枚来る？まあ1枚いいでしょう。さあさあさあ、そろそろですか？なぞるのは上手にできたのに。
そんな顔しないでくれよ。もうこっちがその顔なってるよ。どうしてこうなったって、もうこっちが言いてえわ。はい、ということで70連やってきましたけど、まあ僕の結果としては小吉ですかね。あ、なんかもう終始よくわかんないことを話してた気がするわ。まあでも今撮ってんの朝6時ぐらいなんで許してください、深夜テンションってことでね。まあ皆さんには幸運が訪れることを願っております。それではさようなら。